みなさんこんにちは。レンジでお夕飯です。今日はレンジで簡単に作れるトマトクリームスープをご紹介します。朝食や間食にも使えるメニューです。耐熱容器を用意します。食べる時に使う器で作ると洗い物が減って楽です。玉ねぎ1/4個、なるべく薄切りにするのがおすすめです。ベーコン2枚、トマト缶 100g、 牛乳 100cc、 顆粒だし小さじ1。お家にあるお好きなもので大丈夫です。ニンニクチューブ 1cm、 加熱ムラにならないように混ぜます。ラップをしてチンします。出来上がりです。トッピングにパセリやチーズなどお好みで乗せるとさらに美味しいです。レシピは概要欄、コメント欄にあります。よかったらチャンネル登録お願いします。皆さんの夕飯作りが少しでも楽になれば嬉しいです。